終回くるくるミラクリング、もう最終回だけど反省なんかしてらんない、モノマネ祭りミラクルヒカルのベスト10、終わりよければ全てよし、イエーイ、バイバイバイ。ちょっとタイトル長すぎるわ、覚えられよこれちょっとほんまに。ということで、今回はですね、このミラクリング最終回の、司会進行役やらせていただきます、いちご姫です、イエーイ。はい、ということでね、まあ今日は最終回ということで、まあ早速主役のミラクルヒカルさんの方をお呼びしたいと思います。ヒカルさんどうぞ。私が、昔出たのムービーモービー途中からもう 10年ぐらい経っちゃった、今日この頃なんだけども、今日は皆さんに、重大な、報告があります。どうしたんだろう、ごめんなさい。なんと昨日私の CD が発売になりました。これをこの間はもう本当なんか懐かしいメンバーでちょっとごめんなさい、なんかあのプロボムライブの時にで CM させてもらってからもう1年ぐらい経つのかな。これさんこれあっみたいなので、ぜひぜひ聴いてほしいなって思ってます。こんな感じで。頑張れ私。そんなこんなで、今日もいつも通り、頑張っていきましょう。イエーイ。はい、お久しぶりでございますよ、このなんか並び。押し切り場です。なんで押し切り場やね急に。ウルリンパ。あ、から元気みたいなところがありますよね、ちょっと。やっぱ最終回悲しい。え？最終回やん。眠たいです。眠たいんかよちょっと。悲しいやろほんまは。ほんま悲しいんやろ。いや、悲しくないです。今日、さっき泣こうかなって言ってたやん。でも、私、心ないから泣きみたいに泣かれへんもん。無理やもん。だって、しかも、私、心ないから泣かれへん言うてるもんな。そう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 、もしここで、いちご姫が死んだとしても泣かれへん。なんでやねん。まあ、嫌だ、いちご姫、嫌だ。押し切り前です。なんで押し切り前でなんねん。まあ、そんなね、悲しみにくれていないようでくれてる、はい、くれていないのか、はい、まあ悲しみくれてるという設定でミラクルヒカルさんに励ましのお便りの方をお待ちしております。頑張れミラクル、はい、泣くなっていうか泣いてくれミラクル、やめるなミラクル、何でも構いません。そんな書いてある、はい、いや泣くなミラクルって書いてるけどさ、泣いてないしさ、泣く気ないからさ、笑っとるでなあ、うん、だからまああれですけど、はい、まあ、泣いてくれミラクル的な感じの、はい、皆様の、チャットの書き込みなど、お待ちしておりますので、皆様、ぜひぜひね、今日終わるこの番組を終わらなくさせるのもあなたたちのメールや書き込み一つでしょ。あなたたち次第です。そうです、なので皆さんお待ちしております。なんか逆に目を乾いてきた。ほんま、うん、乾いてきた。カラカラしてきた。いや、から元気なとこから来てるんちゃう。まあここら辺でここら辺でですね、はい、タイトルにもございました通り、本日はモノマネ祭りミラクル光るベスト10ということなので、題しましてミラクルさんのモノマネベスト10を発表していきたいと思います。あれ、笑顔が不自然になってきちゃった。あら、ちょっと涙涙、目カラカラになってきた。涙の代わりになんか線入ってるけど、涙、あ、王権ファンです。王権ファン、はい、ハウハウハウって言うんだ。返事がちゃうじゃん。気づいてます、これ第1回目と同じ衣装を着てます。どうやで、足久しぶりに見たなと思って、最終回からちゃんとした格好すればいいのにと思って。いや、これは基本ね、曽田ひとみさんをイメージして着てきたっていう、あの第1回の第2回目をちょっとこうミクスチャーした感じのコンビネーションユニットニューっていう懐かし気を入れてみたいな感じやな。まあそんな感じで、まあ行きますか、そろそろ行きましょうか。まあミラクルヒカルさんといえば、はい、モノマネみたいな感じなんで、どんなモノマネか。私といえばモノマネですか。え、ちゃうの。あー、まあそうかそうか。いやいや、なんでそこで突っ込んでくんねん。行くで行くで、巻きやぞ多分もう。そうだ、もう15分くらい経ったんで、ほんまに何してた15分。そうやね、そうやん。いや、始まるのも遅かった。あー、そうか。まあここらで行きましょうか、はい、それではまずはこのフリップ。真っ黒やで。見てこれ、段ボールでできてんねこれ。急いで作るやったからね。いいんかなこれ、えー。それではまずは10位いきましょうか。はい。それでは第10位の発表です。ありがとうございます。じゃん。亀田光輝。はい、これ自分で選びました。あ、自分でなんや。じゃあ。当たり前じゃないですか、やっぱりこれとかないと。まあな。喜んでください。そうだね。はい、それでは
亀田光希よろしくお願いいたします。はい、じゃあねえ、お前ねえ、お前おい、揚げ物も持ってこい、揚げ物は、お前、これだ、アホか、お前減りすぎや、ほら、食えるも、味のするも、みんな揚げてまえ、お前揚げてまえ、こんな、アホか、お前はありがとうございました。はい、亀田光希さんでございましたが、そんな、ミラクルヒカルに、メッセージが来ております。ひろゆきさん、続けてほしいです。ミラクルさん見れなくなったら本当に寂しい。ほんまか、本気か、本気本気、多分な。そしてミュージックライブさん、ミッドダウン TV であやや微妙に怒ってましたね。やったやった、怒ってへんかった。いやいや、あしはこの間ほらさ、あややとさ共演ほんまにすることになったって聞いてたからさ、今日昼共演してまいりました。あ、今日昼やったんや。はい、もうすごいすごい。でもさ、怒ってたって書かれてるよ。怒ってん、怒ってん、めちゃめちゃあや喜んでました。あの子いい子ね。いや、やっぱアイドルやから笑顔で怒っててもやってくれてたんちゃう。いや、だからおばちゃん、ほんまに怒ってるのかどうか確かめに行ったの。うん、楽屋に。うんうん、なんだろ、確かにムッとしてたな。写真撮らせてもらったの。マジで、うん、いいよ。そしたらもう全然いい感じもらって。あ、ほんま。そう、朝もみ、私あのどの芸人が好きですかって選んでもらうので、うん、私ちょっと選んでもらえなくて、うん、こう言ってんだったのに、おやおや選んでもらえなかったな、私って言ったら、うん、後からもうすいませんでしたって、本当は迷ったんですけども、あえてこっちを選ばせてもらいましたっていう。あえて外させてもらったってことじゃないの、もうやっぱり。そうか。はい、次行きましょう。続きまして、9位の発表に行きたいと思います。ちょっと若いなっとるわな。このダン、ちょっと誰や、ダンボールで作ったフリップぐらい用意してよ、ちょっと。まあ、こんなね、まあ、9位の発表に行きたいと思うんですが、はい、この9位の前に、ヒカルさんの卒業お祝いに駆けつけてくれた方がいます。そちら、紹介したいと思います。はい、相川翔さんです。どうぞ。これが、はい、大丈夫だ。この度は、おめでとうに。ありがとう。何を真面目なことやるの。すいません。いいのかい、ね、喋らせてもらうけ ど最近あの俺の声がちょっとヘリウム声って噂してんだけど、ちょっと今日はね、ヘリウム持ってきたからちょっと白黒つけようと思ってね。ヘリウムと白黒のつながりがよく分かれ、ちょっと待っとけ。でっかいヘリウムやな、ほんでまたどこで買ってきて。危ない、おっさん、おっさん危ない。やってることもあかんじゃん。おい、いける、おい、大丈夫。これが、あがそうだ。どうだこの野郎、白黒ついたかい。バカ野郎、こっちの方が似てんのかい。こっちの方が似てる。以上だ、あがそうです。逆にもっと似てへんやん。すいません、あの、勘弁してもらえないですか。今日は、ちょっと、卒業、おめでとうってことで、ね、ありがとうございます。あとは、はい、明日だけど、ガリット中、単独。お前だ、コンマ2000さんがこれ宣伝しとったやつや。明日行けるかっちゅうねん、こんなもん急に。行くんだよ。ありがとうございます。赤いバラを1本。感じいいよね。感じいいですね。すみません、あの。いや、ちょっと。あの、すみません、マロン涼さんですよね。会いたいよ、このやろ。マロン涼さんですね。40代からこの道に入った元バーのマスターマロンさんですよね。あらららら。すいません、勘弁してほしいんですけど、すいません。いやー、相川翔さんも来ていただきましたね。微妙な気分ですね。嬉しいような気持ちあるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ここら辺で、じゃあ、9位続けましていきましょうか。へが出そうです。いや、じゃ出してから。ちょっと音が鳴ったら、ほんまにいいんですか。すいませんね。あー、なかなか俺が後ろいいんだろ。今聞こえた。あ、やったほんまに。本当にやったっかよ。グーグーってなったから。生放送でさ、おならこく。いろいろ考えたらもうな、最後やし、へいぐらい聞かしとるかと思うんだけど、やっぱり。やっぱちょっとレディアさんが隠しましたね。じゃあ、いきますよ。松雪泰子。いや、松雪やね。今日は松雪泰子なんです。じゃあ、それでは9位いきましょう。いきましょう。
ゆうさん行かしていただきましょう。それではこれもはい懐かしいですね、はい、ゆうさん、ね、はい、はい、いろいろありますよ、また火が出そう、ああそれではゆうさんよろしくお願いいたします。無理だな、ゆうは気持ちがあるからな来ておりますので、はい、ゆゆもえさんから相川翔さんのモノマネのことに関してですか、はい、弱そうだしみたいな、弱そうだしダブルですか、はい、白黒つけるぞこの野郎、それつけられ、完全黒つくやんな、これだけ持ってきてネタしたからだけだよ、お祝いちゃうやろ、そうやんな、はい、なんかネタできる場所見つかったみたいな感じ、ね、こっからなんかちょっとギャオの仕事取ろうと思ってるなこのおっさん営業かこれ、営業です、営業やな、あのね、あ、言わんもんだよ、どうせ営業やったらもっと怖くして脅したらいいのにな、ほんまや、言いたいこといっぱいありすぎて、うん、次行きたいと思います、次行きましょうか、はい、あとカエさんが、はい、椅子が余ってるからまだゲスト来るなと言われております、おーっと、はい、こっちゃ利用時来るかな、はい、どうかな、まあ読まれておりますが、スーさん来ませんよ、スーさん来へんねや、スーさん来へんねや、はい、次行きましょうか、それでは、はい、続きまして第8位、やめてー、もう無理です、じゃん、オセロ中島、これもね、やっぱりこのネタはもう17番ですから17番中途半端やな17番、じゃあオセロ中島さんよろしくお願いいたします、お世話になります、師匠ごらん、もうおっしゃいませんよ、すいません、もうありがとうございますけども、あなたから言いません、ふやふのやのですね、ペコちゃんの笑顔が戻ってまいりました、もういやーこらーえ、最近さ、くるくるミラクリングはそういう感じな、はいもうそんな感じもどんなこんなも、うん、ございません、ございませんか、はい、ありがとうございます、形のないところからやっておりますんで、はい、砂の上の白リングでございます砂の上の白リングでございます、白リングですかそんな、ミラクルさんに、サンジさんからメッセージ、スンジです、あ、スンジ、サンジだよ、スンジなんでやねんサンジって書いてるかな、そうですか、はい、サンジさんから、前髪いい感じに作れましたね作れましたねありがとうございますスンジ褒められて嬉しいですお前に言われてないわ、お前が前髪だとかせサンジさんの前髪どんなんか知ってんの、そう、中途半端です、あ、そうなんや、知ってんねやまあ、まあそんな感じで、続きまして7位に行きたいと思いますが、7位の前にまたまたヒカルさんにお祝いにね駆けつけてくれた方がいらっしゃいます、誰なんですか、そんなお祝いになんて、そんなね事務所の人ですか、もしかして、いやそれはね、そんなまさか、まさかですよね、まさかまさか、続きましていきましょうか、ゲストに来てくださいました吉川晃司さんです、どうぞ、そやいやいや、まだ吉川って言うとやん、嘘や、まあ、参るわ、まあ、参るわ、この度はミラクリン卒業おめでとう、ありがとう、今日はね、俺が一曲プレゼントしてるから、歌っちゃう、モニカ熱唱バージョン聴いてもらうか、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、マイオマキャノオスキャノオス、歌っちゃったよ、ギャオって歌うかった、カノちゃん見とけよみんな、はい、
One, two, three, four, five, six, baby! もう、ごめん。帰ってもらっていいですか？なんで、俺が言ったらめちゃくちゃ楽しいから。すいません、最後までコンドルでいくからね。すいません、もう、おめでとう、おめでとう言って言ってもらって。座っていいやん。どんどん落ち込んでいたら。早く座れ！白黒はええんですか？あもう黒やよ、ほんまに。なんやこれ、島上八やん。同じ事務所なんですか？島上八って、もともと八丈島をちょっともじって島上八って、八丈島のことしか頭にない男やん。脳内なんとか調べたら、これ、なんかあの何やったっけ？脳内メーカー？脳内メーカー T シャツ、ロゴが同窓会。いやどうするなんでやねん、島の友達呼びまくっとるからそのまま当たってるって、もう気持ち悪いねもう。まあいろいろ聞いておりますね。気持ち悪いなもう。何やこのエンドラもう。うぎょ翔太さんからとりあえずコーヒー缶買ってきて。パシリや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 めちゃめちゃ買ったやろ。コーヒーやパシリせえやろ。聞くわ。いや、俺映ってんの？全然映ってない、かぶりすぎや。まあ、もう本当にみんなに駆けつけてくれて、はい、みんなが本当に私みたいですから、いや、てくれるか、多分ネタやりたかっただけちゃうかな。利用されてるで、バーターっていうの。なんかこう画面映るのはあんまり今までないんで、すごい嬉しいみたいな。サングラスの人は相当挙動ってると思います。顔がめっちゃ挙動ってると思います。はい。ライジンパニックさんですかね。ライジンパニックさんから1位に行く前に終わる気がする。その通りや、早くすんで。島昭八持ってくれたくないやん。黙っといてくれ。ブッチチーさんから似てる似てないよりこのノリ重要、ここ重要。ある意味分かってる。手が嫌いじゃないっていうところですね。まあ、じゃあ黙ってくれ、黙ってくれ。だんだんどんどん行きましょうか。それでは続きまして第7位、松浦綾。じゃあそれでは、すみません、私が、そうです、早く、はい、あやや、行ってきてもらっていいでしょうか。それでは、松浦あやさんです。どうぞ。グマは松浦あやです。始まっちゃった時もまた。ねえ、新発売の午後のくず湯。ちょっと大人になっちゃいました。ストレス発散はお笑いを見ることです。それでは紹介します。午後のくず湯。おすぎる前です。ありがとうございました。最強だぞ、バイバイ。午後のくず湯。バカにしてるか。ちょっとだけほんま先輩なんやぞ。いや私午後のくず湯をやるつもりだったのが見せが仕切る前になっちゃいました。ですよね。あややさんだと思ったんですよね。あややの前でもやったのそれ。できるはずがないです。そこまでは無理やったやん。無理です。やっぱりさすがに、嫌われたくなかったから、ね、普通に無難にね。めっちゃ可愛かったから。ほんま。はい。それでは続きましていきましょうか。はい。第6位の発表をしたいんですが、フリップがはい、フリップ。はい、それではフリップ第6位の発表です。じゃん、仲間ゆきえ。やっぱこれもね、そうですね、やっぱくるくるミラクルの時代からやっぱここら辺見てましたから、やっぱこれ外せない6位やったんやなと思いますね。はい、それでは仲間由紀恵さん、ね、よろしくお願いしますね。昔来てた頃とか、うん、そうですよ。それでは仲間由紀恵さんです。どうぞ。朝どう、おさぶい。あ、すいません。お寒いおじさん方、あ、それがどうした。
聖水とか懐かしきいっぱい書かれてますな。聖水を今日振りかけてくると忘れておりました。なぜドラクエの泡盛が切れてしまったからです。さっきは泡盛の代わりにそばちょんちゅうを使っております。それがどうした。ベッキーの仲間ゆきえの方が似てるって誰が言った。ゲボ気にしてるんだ。そんな私に言わなくったってみたいなみたいな。ちょっと熱いしちゃう。怖い。黙れ。熱いしちゃっちゃった。めっちゃ涼しい中年。熱いしちゃ。怖いな。怖いな。きっかめっちゃ気性いいや。ここら辺が熱いしちゃった。まあ仲間ゆきえみたいね。おばちゃんな頼むで。あれやろうね。ニンニクの匂いがするじゃねえか。いちご姫や。いちご姫が食ってきとったんや。ニンニクのバッキシ食ってきたばっかしです。実は俺も昼飯授業が知らんわ。知らないで。ニンニクまみれ。すまない。臭いねみんな。酒。最後や中のに。くっさめちゃわ。それでは、モッツさんからメッセージ来ております。はい、先ほどの、押し切り萌えは悪意しか感じない。そうです、押し切り申しに対して悪意しかございません。あ怖い怖い、はい、あ怖い、すいません。はい、まあそんな感じで仕方ない。そうですね、はい、まあ次行きましょうか。はい、はい、それでは何して目の前で飛び傷、はい、今まで、それでは、ミラクル光るモノマネベスト10続きまして第5位の発表でございます。なんでバレたんですか。第5位は戸田恵子師匠ですね。ですね。やっぱここもやっぱり私も忘れられないものまねちゃうかな思いますけど、はい、それでは大丈夫さん、はい、戸田恵子さん、じゃあよろしくお願いいたします。こば戸田恵子なわけ。趣味はドライブなわけ。趣味はドライブで何が悪いって感じ。厚木まで厚木まで行くわ。途中で海老名のインターでコーヒーを飲むの。いや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 、どんどん行こうぜ。どんどん行こうぜ。最高だ、戸田恵子。戸田恵子最高だ。はい、兄さんに褒められて嬉しいわ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、兄さんなんや。え、兄さん。いや、弟どっちやねん。普通の声じゃねえか、今。お願いから喋ってくれ。お願いから喋りかけないでくれ。やばい。ね。それでは、マスターさんから、このグダグダ感がたまらない。ぶっちゃけですね、はい、私もこのうまくいかない感じなんですけど。ですね。はい、ベースさん、後ろで微妙に動いてるな。はい、ドロドロでございます。だってさ、あそこさ、さっきからさ、めっちゃ気になんねやんか。私が見る限り、じゃあそこのガラスにはめっちゃかぶった感じで映ってる。そうやね、もうちょっとさ、ここにでも座ればずっと映れんのにさ、なんかずっと隠れてるから。私もう一個椅子あるしますよね。まあそうなんですよね。気になりますけど。まあ気になるけど、まあね、もうやめてくれ、やめてくれ。はい、あのバランスでどこに乗ってくれ。ちょっと濃い。もう島城八はこれ、本名。まあやめてくれ。次々回していきましょうか、はい、それでは、第4位いきましょうか。第4位は浜田真理。来ましたね。はい、まあ、やるために今日来てる。そうですかね。まあじゃあそれでは浜田真理さん、よろしくお願いいたします。めちゃめちゃ部屋乾燥してるやろ。わかります、わかります。めちゃめちゃ部屋乾燥してます。なんだかんだ言いまして、なんだかんだ言いましてですね、爪噛むクセやめや。ありがとうございました。あ、ちょっと顎の出が悪かったです。もうちょっと、うん、できます。お化けの人やっぱりね、ここにいるとむしろが気になる。むしろの人がものすごい気になる。ちょっと、いや、みんな祝ってくれてるんですよね、私を。ですよね。はい。いや、優しさ。お前悪意やるやろな。お前悪意や
君のねえ、乗っ取ろうとしてる乗っ取ろうとしてるやろ。いや、そんなことないっしょ。ないっしょって何聞いた。ないっしょ。はい、はい、まあ、KCG でございます。はい、ここで放送はできないけど、ミスター KCG でございます。そうなんです。キチ。あー、はい、まあ、悪意でございますね、これね。まあ、そんな感じで、次、第3位の発表になるんですが、はい、ここで、またまたヒカルさんの卒業祝いに駆けつけてくれた方がいます。はい、私すごくありがとうございます。それでは谷村新司さんです。見かけた熱い腕を振りほどいて君は出ていく。わずかに増える白いガウンに君の白いパン楽しみだった。ありがとう。おめでとう卒業ミラクルヒカル、花をあげよう。トレアラララダメだ、タイムできへんかな。あげるよ、あらららら。おめでとう、おめでとう、おめでとう。あ、あ、社長、あ、社長、見たじゃないか、社長、なんだお前は。社長、まだ値段も欲しいじゃないかお前。あ、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 ぼこいやしま、今も昔も変わりなく。昔昔あるところにおじいちゃんとおばあちゃんがいなかった。ありがとう。つかみかけた熱い腕を振りほどいて君は出て行く。どうだ、社長、どうだ。またすごいです。社長、ホン、ホン、ハウス。ちょっと待ってくれ。まだね、まだ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 。このしみったれた空気はなんだ。中途半端に30分以上待たされ、テンションが上がるか下がるか微妙なところで、冗談じゃないぞお前ら。社長、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 このままこんな楽しい番組卒業させてなるものか。我々同じ事務所としては命綱がこの番組。なんだ、あの社長、俺たちなんだ、あなたが社長だから多分終わっちゃう。何を言ったわけ。この番組私続けたかったんですけど、まあ、やっぱちょっとね、この会社には私入りますので。ちょっと待ってくれ、5回前に、はい、俺たちがどんなに面白いか。どんな知らないのか、俺らが思って。アキャさんからも、ハウス、ハウス、これ、わかりました。じっとさせるにはね、わかりました。ここでね、こいつらね、こいつらなんかやってもらおうじゃないですか。おですよね。よし、やるっしゃ。どうしようかって、もう俺、ずるずる。俺らも、もう私もぐちゃぐちゃです。これもう、最後綺麗に込めば回ろうと。怖いな。なんだこれ。なんかやってみっちゅうな。見てくれ、見た。最悪のやつでございます。いいからじゃ。ここのね、ここの会社の給料もらってるわけですよ。無理でしょ、無理です。もう、間に合えへんです。やるぞ、行こう。どうじゃ。お願いします。コンポ初公開、はい、初公開。モノマネジェット。いいか、モノマネジェット。1号。2号。サックス。よろしく。違うだろ、モノマネジェット1号、2号、サイズ、よろしく。そうか、そうか、そうか。さあ、まずは打ち合わせ通りだ、打ち合わせ。モノマネジェット、ショートショートコント。まずは、自衛隊のポスター。掴みかけたサイズ、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 リコードを置いて君は出ちゃう。ありがとう。いやいや、モノマネジェットショートショートコント第2弾、先生と生徒。みんな聞いてくれ。今日この上八にバカと言ったやつがいる。バカと言われたこの上八の気持ちがお前たちにわかるか。先生はな、お前たちをそんな風にそれと思えない。もういいよ先生。バカは引っ込んでろ。つかみかけた熱い腕を振りほどいて君は出て行く。ありがとう。もう3弾いくぞ。3弾
バンザイ勝負ショートコント行きましょう。催眠術これから俺が催眠術をお前にかけっからな。3つ数えるとお前は頭が痛くなる。あ、本当。いいかい。ワン、ツー、スリー。ありがとう。サッカー3日けと。はい、はい、はい、何のこと。はい、どんどん。はい、シャビは手で行く。ありがとう。まだやるか。見てみろ、この盛り上がりは。どうだ。まさかこんな30分間に。もうお願いです、はい、もう勘弁してください、はい、すいません、コルレオネさんからも反則、悲しくなってます、はい、ダークさんからもう谷村新司じゃない、イモノイトさんからこの事務所の忘年会は疲れるだろうな、忘年会は意外とみんなありがとう、最悪や、最悪やこれない、わからないです、さっぱりわからないです、まだ見たいか、一緒にやらないの、え、一緒にやったりはしないの、もういや、もうそんなんね、泣いて泣いてるみたいな、やっと涙が出てきました、いろんな意味で、ですよね、お願いですから、お願いですから、みんなポッ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 せーの、ありがとう、できたできたできた、さあ、決まったさ、決まった決まったさ、お願いですか、もう座ってもらって、座ってもらって、本当に申し訳ない、俺たちに椅子は必要ない、邪魔や邪魔や、あの、いいんですけど、鬱陶しいんで座ってもらっていいですかね、あの、気持ち悪いんで、あの、それに一つ言いたいんですけど、あの、皆さんね、あの、テレビに映るのにね、あの、営業メイクしすぎて動乱濃すぎなんですけど、めっちゃ気持ち悪いんです、慣れてらっしゃらないということで、さすが素顔、素顔あの、すみません、あの、社長、汗がめっちゃ出てきたんで、ものすごい汗、ほんまや、めっちゃ踊ってますからね、うわー、もう、私もうめっちゃ悲しくなってきたですよね、モッチさんからこの会社で成り立っているところが怖しい、怖しいですね、はい、ゆゆもえさん、こっちが恥ずかしくなってくるんですけどすいません、あの、ブーイングクレームしております、あの、お願いですので、恥ずかしい無念、ミラクルジェットじゃない、モノマネジェット1号、2号、3号、よろしく、わかった。あの時間ないんで、あの、ほんま座っていただいていいですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ハース。え、みんなも一緒に。ハース。え、イボノイトさんから、私もね、これね、同意見ですね。え、ミラクルさんが普通に見える。え、でもですね、はい、私、このままりまして、結構好きです。ですよね。はい、こんな自分も好きやな、はい、ね、はい、まあ、そんな感じでね、はい、谷村新司さんも嫌じゃないんですね、これが増えただから今日まで来てしまったんですよね、はい、人生プロで、はいはい、はい、はい、じゃあみんな KCG です、もう株式会社 KCG って名乗りたくなるの方がいいかもしれないですね、はい、うつぎ私も一部ちょっと映ったところでございます、はい、どんどん目が離れてきたと言われたこともございますでも頑張ります、ありがとうございます、ありがとうございます。皆様、最後の方までご覧ください。はい、それでは動いてます、ね、はい、そろそろベスト3の発表に参りましょう。はい、それでは第3位。お一応反応してる。長澤まさみ。はい、すみません。はい、それでは長澤まさみさんの方。いろんな意味で涙がね。はい、あの後に長澤まさみさんでございますが、よろしくお願いいたします。ガルピス、ヘロイン、を混ぜて飲んでいます。生まれましたラリラリラリ太郎。よーし、天才じゃないのか。天才ですから。悪人に来る。こうやって育ってきました。なんか。伸びるタイプなんです。こうやって育ってきたんです。なんか分かってきた感じがしますね。はい、だからなかなか自分が変われないんです。あ、そうです。うわ、濃いこの3人。社長、じっとしてください。え、なに、ネタ？分かった。言ってない。言ってないか。モノマネジェット。みんな、2号、3号、よろしく。それではまずは面接。15分前なのに。コンコン、失礼します。はい、黙れ。もう入ってました。はい。日本大学3年、柴上平です。よろしくお願いします。うん、かけたまえ。はい。かけたまえ。
みかけたの日本にて君は出ていく、ありがとう、決まったさ。それでは面接パート2、まだあんねや、え、次の方どうぞ。コンコン、失礼します。駒沢大学3年島城橋です、よろしくお願いします。うん、かけたまえ。失礼します。かけたまえ。掴みかけた。やばい、何回見てもさっきと同じに見える。おいで、君は出て行く、ありがとう。目が潤んで見られへん。はぁー、はーい素直になった社長、すごいね。素直バージョンや。茶屋丸さんから、はい、ミラクルさんが社長にバレンタインをあげなかった理由が分かった気がします。分かったよな。分かったやろ。その代わりミラクル光には今日は素晴らしいプレゼントを用意した。何やあげてんのね。俺が俺のプロマイド写真。ありがとうございます。ありがとうございます。いいな。大事にしてくれ。いいな。ありがとうございます。何コントが見たい。言ってない。言ってない。社長本気で時間ないんでよろしく。プロマイド写真。わいいな、ありがとうございます。それは欲しいわ。はい、ありがとうございます。あの社長がさっき何やったっけ、あのあれやって映画って言ってたの何でしたっけ、モノマネ、モノマネ、モノマネ、はい、清水健太郎、そうや、え、あれ清水健太郎したいって言うてたじゃないですか、さっき。じゃあ、伝わらないモノマネシリーズ第1弾、1970年代清水健太郎全盛期失恋レストランでもうね、レコード大賞新人賞を取った瞬間の清水健太郎、親父、親分かった、すっごい見たはぁ、ありがとう、伝わらないモノマネシリーズまできるぞ。社長以外の人でよろしくお願いします。はいはいはい、待つ社長以外の人でよろしくお願いします。よいよいよ、はい、はい、切ないお父さんシリーズ、はい、行くぞ、はい、はい、保護者運動会での、はい、保護者対抗、はい、障害物リレーで張り切って子供にいいところを見せようと出場してが途中で足をつってしまった父親、父親、お父さん頑張るからよ、あと任しとけ、よっしゃバッと思ったら行きたい、さあからとっつぁんこっちもやさ続いて息子の前でさあ見かけろ一回でもさあ振りほどいて君は出た行く、ありがとう、伝わらないの前シリーズ四角第3だ、マロン亮ボクシングで勝ったやつがリングサイドに上がるのを失敗したところ、でかいやろ、よっしゃはい、ありがとう、ありがとう、どうだ、あれ私なんかちょっとファンになっちゃってるですね、もう涙涙ですよ、最高だっすよ、こんなところで本当に涙涙ですよ、最高、はい、はい、ダンクダンクさんから、質問です、はい、掴みかけたって意味がわからんみたいなそれは谷村新司さん本人にお聞きください、はい、浜田井さん、これ、はい、浜田井さんから、この3人ギャオの空気にはまりすぎてる最後最後気づいたやろ、はい、ここから終わりで始まりやで、ですね、バギラさんから、はい、なんでこの番組終わるの不思議やろ、ですよね、この人らがおるからです、そしてカッコー G1 さん、はい、これミラクルの番組ですよね今日は私の番組じゃございません、はい、もうダーチング谷村さんの番組、すいません、何か動いてますけども大丈夫です、ですよね、1時間ね動いてもビリーズブードキャンプやってるのと変わりませんので、ね、同じことでございます、はい、はい、痩せていきたいと思います、はい、はい、残り、2つとなりましたので、ここら辺で、はい、まあ、第2位の方を発表したいと思います、はい、すいません、本気で感動と、感動と笑いを同時にですね、キャッツ、劇団キャッツもびっくりな感じですね、今日は。それでは、第2位発表いたします、第2位はマッキーペン、マッキーペンお願いいたします、マッキーペンです、お願いします、お待たせしました、自分で選んでしまうじゃあマッキーペンをちょっと開けてるところから、
いや天才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 が現れた天才が100年に一人の天才が現れたどうですかこうやって育ちましたありがとう褒められると褒められたい、ね、そうですねもうマキペンも懐かしき第2位と、はいなりましたね、こちらの方ね、はい、ありがとうございます、はいはいはい、もうみんな可愛い可愛いって多分入ってるんじゃないかないや、ないな全然ないです ね, ですね昔は可愛いってね、マッキーペンやったら言われたんですけどですね言われなくなりましたねあの、あ、ゆうこりんじゃないんだとかねゆうこりんが来るかないや、でもまだ1位も残ってますからやっぱね、そこら辺はちょっと、まあ最後の1位を楽しみにしていただけるようなゆうこりんまだ出ませんからね、はい、1位がまだございますまだまだいっぱいいろいろね、モノマネできはるからはい、迷いましたよそれいっぱいありますからですよねやっぱヤンキー先生もやりたかったですうんでいろいろあるよね、はい、あのブルなんかちょっと台落ちてきたけど大丈夫ブルーが落ちますなんかブルーが落ちてまいりますけどめでたいということでございますですよねキラキラしてブルーが落ちてまいります夏です1位のちょっと動いてますね動いてますもう気にならなくなってきますもうだいぶね見慣れてきました私も、はい、1位がもしかしてアガレンジャイグイグイさん、はい、1位サブゼロサブゼロですか私サブゼロおてんこの間あライブ来てくれてマジでうん私もサブゼロなんか顔見たわ写真見た見た、うん、そういうのあこの人なのよサブゼロ男前やってそうやで普通に彼女もおるのな可愛いマジでうんそこまで聞いてなかった声だけやけど可愛らしいの見た、見てへんからな顔はあ声だけ聞いたんやそうそうそうでまあ1位サブゼロがまあ入ってるかもしれません私も分かりませんから1位の方はじいさんもおりますけどもはい、いろいろ30センチ以上近いランタンで回っていいですからね、はい、まあいろいろと、まあ、モノマネをね、はいやっていただきましたよ亀田光希優オセロ中島松浦綾仲間由紀戸田恵子浜田麻里長澤まさみマッキーペンと、最後もモノマネ芸人の骨頂を選んでみましたはい特にやっぱもう思い入れがあるとかそういうのあるんですかねはい、はい、頑張れミラクルありがとうはいね、いろいろありました、本当に笑顔ということうるさいわなにコントが見たいいや、言ってない、言ってない社長ない社長すいませんの、あのこの事務所はやっぱ動けないとダメなんですね、はいはい、です当たり前じゃないか当たり前です私ね、はい、なんか人生プロに入ればみたいなね意見もあったんですけどねダンシング一号になりますけど大丈夫ですこういう動きができるようになれば入れるかもしれない、はい新しいメンバーにマーガレットもおります、うん、マーガレット、はい、マーガレット川村というのが出たマーガレット川村もおりますのでよろしくお願いします、うん、いっぱい動けるぞはいでもすみません丁重にお断りさせていただきますすみません丁重にないですねコントが見たいけど社長シャラップ軽いコント首で糸を巻き始めましたので次行きたいと思いますいいですかはいまあ、ここで1位に行く前に、はい今週のスポットライト何ですかスポットってダンシング谷村さんでどうぞスポット当てちゃうんですねそうですはっ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 はよろしくそれではまずは催眠術今さっきやったんだけどあ美容室よ美容室ネタ間違ってるっしょお客さんちょっと洗わせてもらうけどいいかいどっかかいとこあるかい、うん、ケツの穴ありがとうすみません谷村は何でだよ今のえどこに何があった今代わりに私が謝りたいところの君は出て行くありがとうさあそれではモノマネジェット1号だ2号さよろしくさあそれでは何行こうかな次さあそれでは続きましてそうかこれがあったかそれでは行くぞいいかいいかもしもシリーズ伝わらないモノマネそれではまずはもしも西城秀樹が鶏を追いかけるところありがとうつかみかけた一番最悪の振りほどおいて君を出ていくありがとう伝わらないモノマネシリーズしましょう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 
キッカー講師が足を上げて決めポーズをしようと思ったが、ツッカミカキャッチャー、なんか説明しろ、ちょっと逃げなよ、途中で投げ出すんじゃない、途中でちょっとネタを忘れちまったしや。キッカー講師が足を上げて決めポーズをするが決まんなかったし、ありがとう、おーオッケー、ありがとう、つかみさけばさきみさけばやばいな、さきみさけばさきみ、ありがとう、おーどうだどうだどうだ、ボードさんからグダグダ、はい、グダグダでございます。ぬらりひょうさんから、はい、すがみ後ろの3人もテンション落ちてきたな、落ちてきた、それ言うとめっちゃ話しちゃう、マルハニ食堂さんからも、みんな少し疲れてね、ちょっと待って、疲れてない、マジマジ、それはマジ職業別じゃないか、お前はどうだ、まだまだ、めっちゃ息切れてるけど、そうです、あと1時間、疲れてるやろ言うと意外とあの反発しだすんで、はい、もうテンション高いですね、相変わらずね、まあ、もう1時間だってのはすごいな思いますけども、はーはい、なんかね、マスさんからもミラクルさんを楽しませる番組になっておりますみたいなすいませんすいません、なんか私が楽しませなあかんのにですね、ぶっちゃけ、確実に私また本気で受けておりますどういうセンスの持ち主なのか、私ちょっと本当自分がおかしいんじゃないかって、まあそう、はい、涙流して、はい、すいません、本当に泣いておりますよ、もう申し訳ないですね、初めカラカラだったら余計になんかですね、目痛くなってきます。サンジさんが、これが最終回で良いのでしょうか、はい、スンジその通りですみんな思っております。そしてスーさんから、はい、てか時間ないよ、そう、そういうことでございます、はい、もうだからそろそろ、はい、最後第1位の発表に行きたいと思います、はい、その前に、はい、スーさんの最後の言葉、てか時間ないよでございますどこ取り上げるやなんてわざわざスーさんひいきもまだあったよな、すいません、スーさんええ人やったわしも思ったけど、はい、ねえほんまに、ね、まあ、ちょっとね、まあやっぱりこうきましたけど、まあ、ミラクル光るといえばやっぱりあの方を忘れてはいけないと思うんですよね、お待たせしました皆さん、ですよ、1位ですよ皆さん、やっぱこう来た上です第1位の方、ゆうこりんもいろいろありますから、ね、はい、発表したいと思います、はい、お願いします、やっぱりこれが来ると思います、ダカ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 、Can you speak Japanese? はい、 OK、 ここに、この中で嫌いなお野菜はございませんか、全部大好きです、よー、天才天才天才、せーの、ありがとう、が見かけた、みんな大好きです、みんな大好きです、ありがとう、ミラクリンゴー、ミラクリンゴー、ジョイ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、なんとこれスーさんからいただきまして、ちょっとこちらメッセージ半年間お疲れ様でした、スーさんにおりということで、はい、本当にお疲れ様でした。一言だけ。ありがとうございます。ありがとう。サブゼロ、泣くなよ。お前の涙は美しい。美しい、美しい。せーの、ありがとう。涙の。涙の分だけ汗を流せよ。ありがとう。ありがとう。涙の分だけ。まあ、ここら辺で手が動かないのでね。はい、皆さんからちょっと一言ずつ。じゃあ相川翔さんから。一言。はい。結局白黒ついちゃったね。それだけ。白黒ついてんし、グダグダやったらはっきりしていいから。吉川浩二さん。黒か白か、ほんでどっちやって。これからもよろしくな、頼むぞ、握手握手、 OK、 これからもよろしく、イエイ、最悪や、今どき、そして谷村新司さん、卒業という言葉は俺には必要ない、
一言言っておこう。いつも番組に呼ばれるときは俺はいつも最終回ばっかりだ。その芸風をなんとか卒業したい。俺が卒業したい。それではおめでとう。お後がよろしいよ。はい、あまりかな。おう、そして最後にミラクルヒカル皆さんに一言お願いいたします。はい、オリンピックが楽しみです。本当にありがとうございました。